本名院教法17年7月13日は、道の区合図藩三代藩主、松平正方の側室。四代藩主、松平広司帝の聖母。父は、塩見平衛門幸重。縄名は市、市、後に三崎。家臣に妻として下げ渡された後、城に戻された廃領妻として知られる。法永七年、江戸に生まれる。教法八年、14歳の時。 ア津藩の江戸藩邸にて、藩主、正方の傑室、おゆうの方の女中となった。養子丹錬の上、小田三味線と得意とした。ア津在国中の側室に選ばれて、ア津に下り、正方の側室となった。翌教法9年8月、正方の蜂を、姿邸を生む。しかし、約1年半後の教法10年10月には、姿邸から引き離され、物頭。 笹原伊三郎忠義の着手、汚えもん叩かずに、嫁がされた。笹原家では一度は深く辞退したが、藩主のご内意であると強く申し伝えられ、都合が悪ければ離縁して、実家の塩原家に返してもいい、同輩の中から目取ったものと同じく心得て、何事にも心遣いはしなくともいい、と告げられて、強いて辞退する言葉もなく、配慮を受け入れた。結婚後、 24歳の忠和と16歳の一は、仲睦まじい夫婦となった。一は、気配りの利く性格で、シューと姑にも高校を尽くし、家計を助けるため自ら裁縫朝食した。2年後には女子、富が生まれた。ところが、教皇12年3月、正方の着手となっていた三男生保が死去。3ヶ月前に伊豆の聖望も死去していたため、一の産んだ姿点が着手となった。 これにより、着手聖母が、一家臣の妻という都合の悪い状況となった。9月、市は召田出しにより上に呼ばれ、そのまま病になったということで、城に投留していた。藩の重臣たちは、一方的に市を召し返しては、武士として、笹原家の誇りを傷つけるものであり、笹原家より離縁状を出させるのが良いと考え、まず小川井を返し離縁を進めた。しかし、 笹原不死は、主君より賜った妻を離別することは不敬に、当たるとして、離縁を断った。死者が、若君のおためと押し迫ると、若君のおためというのであれば、5年なり10年なり、一生でも奥に差し置かせるが、離縁だけはする意思のないことを述べた。さらに、置が取り上げられたまま離縁せよというのでは、武士の面目が立たないので、ひとまず、置を、 笹原家へ返してほしいと願い出た。半川と笹原家の押し問,問答は2ヶ月近く続き、重臣たちはついに笹原府氏の訴えを、藩主、正方の耳に入れた。笹原府氏は、調べのため、それぞれ家臣のところに預けられた。ただ数は調べに際し、一が奥を出て、笹原家に帰る意思のないことを聞かされても、一旦一を家に返してほしい。その上で、 返上願いを出したい旨を申し述べたが、無駄であった。12月5日、ついに笹原府死には、つまり園の儀、厚木、おぼし飯を持って来ない行を出され、こうどころ、府死の違反不届きしごにおぼし飯、秩序業をつけられる旨が言い渡され、笹原家は、海域、六を没収された。父中儀、長男、忠和、次男浄介は、 滝沢組長原村に幽兵という処分が下された。家族も罪に連座して、合図居住を差し止められ、親族までも咎めを受けた。ただ三男文蔵は役を召し上げられたが四人ぶちが下された。その後、父中義は、教法十四年七月十三日幽兵のまま死没。翌教法十五年十二月、忠和と浄介は、幽兵が解かれ、弟文蔵に引き渡されて、 謹慎となった。ただ数はその後世に出ることもなく、64歳で没した。笹原家が過激となったため、一は正式に城の奥に召し返され、老女並みとして月宝十人淵を受け、三崎の方と称された。教法13年、菅立ての袴木の祝いが行われたが、一が聖母であることを公式にされなかったため、祝いの席には参列できなかった。 その春、菅亭は、弱子として、江戸に登ったが、位置は、合図に残された。教法十六年九月、藩主、正方が死去したため、ほどなく実家の塩見家に引き取られた。代わって、藩主となったのは七歳の菅亭であるが、依然として、聖母とは知らされず、藩主聖母の待遇は受けなかった。翌教法十七年一月十三日、 前々からの一の願いが叶えられ、笹原忠義の御家に三人ぶが与えられた。同年七月十三日死去、去年十三。衆都の笹原忠義の御会期の命日であったため、世間では一が復読したのではないかとの噂が立った。一の死をめぐって、藩主である菅田帝に知らせるべきか、幕府に寄付届を出すべきかどうか論議され、結局、菅田帝は、 定式の起伏を受けることとし、その胸を老中に届け出て、将軍家からも弔問の使者が使わされた。死によって、初めて藩主、菅田帝の聖母として封され、形質に準じる扱いがされ、会津院内3へ埋葬、礼拝は上皇寺に置かれた。原文四年、菅田帝が会津へ帰国し、市の墓にもう出た後、正室に準じて、様とつけて称され、その後、 警室の列に加えられた。ありがとうございます。